ね、これ開いて何しようかって考えとって、問屋の方に載せるも言うとったけど、これにね、URL ね、短縮してね、電子書籍載せる。それと品物載せてね、俺のヤマトガホールムの文章も載せる。そういう発想が出ました。発想。まあ大変ですわ。ほいでね、私、今これ喋れるのはね、こっちの携帯でしょ。これも、4年か5年前に買っても、ストレージ満タンで、ないけども、電話取りたくて、ブラックやから、リースでね、1万8000円取ったんですわ。で、これもらった。なんとかってハワイか。まあ、だから、そんな話でした。でも、今日2回開いとるってことはね、ぼちぼちね、俺ね、馬の夢もええけどね、馬は宝くじ当たるそうですわ。馬見たけどね、もう一つね、いや、力持ちって言ってたんですわ。エネルギーがものすごいです。すごいらしいですわ。そんなやる気はないんだけどな。まあ、そういうことでした。